様こんばんは。本日も大ユナジ雷が鳴ればデビスを隠しましょうね。自然災害に地震起きると消火器にヘルメットデベソも隠しましょうね。本日もゼルニちゃん30番より23番変歩調調トリルのお稽古の始まり。雷ピカトン最初は、あっちゃーんけんぷん生まれたて10歳、20歳、45歳。雨が降ると出てくるのが鳥は鳥でも雨宿り。雨が降ると出てくるのがカエル。すぐに帰るという生き物。